Number one, White Horia Shago!Number two, Black Sumida Yosuke! Number three, Red Nana Takashi! Number four, Blue Mochizuki IssaNumber five, Yellow Suzuki Nobuyuki. Number six, Green Onda Junpei. もっと鳴らせますか？もっともっとパワーを送れます？ありがとうございます。それではそのまま選手にパワーを送っていきましょう。 Let's go! Make some noise! This is P6! さあ皆さん、決勝戦楽しんでいきましょう。 Let's go!決勝戦、まもなくスタートです。強者揃いのファイナルラウンド、優勝をかけたスピードサバイバルレース決勝戦、今スタートしました。それではスタートポジション順に改めて選手をご紹介していきましょう。まずは先頭2番ブラック隅田陽介、そして1番ホワイト堀江翔吾、3番レッド根田隆、地元千葉の選手、そして注目のランキング第1位です。6番グリーンの恩田純平、4番ブルー望月一生、最高峰には5番イエロー鈴木信之です。さあこの6名の中から最速の男が生まれます。さあ注目ランキング第1位、根田隆、現在2連覇中、ホームで負けるわけにはいきません。千葉のエースが躍動する姿を見たい。そして注目ランキング第2位、堀江翔吾、タイムトライアル第1位、自己ベストも更新。さあこの2コースでのスタート、好奇です。どう戦うんでしょうか。そして先頭にいる隅田陽介、悲願の優勝へかける思いは人一倍。ここで動いたのは5番イエロー鈴木信之、最高峰からどの位置に行こうか。さあそれに続くように3番レッド根田も来た。ここでタイムアップ、レースが加速します。さあ先頭に立つのは5番イエロー鈴木、さあ外側からは3番レッド根田隆が来ている。その後ろについていくのは1番ホワイト堀江翔吾、ちょっと外に膨らんだか。さあここで3番レッド根田がさらにスピードアップ、根田についていく堀江、そして6番グリーンの恩田もついていく。さあ恩田純平ついていく、力はピカイチです。さあここでファイナルラウンド、依然として先頭は3番レッド根田、後ろに堀江、それにつくように6番グリーンの恩田、さあ3番レッド根田、そのままいけるか、1番ホワイト堀江、どこにさせるか。さあここでフィニッシュ、Number three, Red Nana Takashi! さあ最終周回、ぐんぐんと堀江選手加速を見せておりますが、譲らない根田選手。さあ最終コーナー付近の映像です。逃げる根田選手、追う堀江選手。さあラストの直線の映像です。根田選手、そして堀江選手のデッドヒート、その後ろには隅田選手と恩田選手の姿も見えています。さらっと伸びていったのは根田選手、上からの映像です。根田選手、そして堀江選手、3着にはナンバー2ブラックの隅田選手でしょうか。恩田選手、望月選手と続いています。第1位ナンバー3レッド根田隆選手、第2位ナンバー1ホワイト堀江翔吾選手、
第3位ナンバー2ブラック隅田陽介選手です。まずは第3位隅田陽介選手。はい、いつも惜しい結果になってしまうので次回来月参加またしますのでしっかり優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。続きまして第2位堀江翔吾選手。はい、今回現地にも、多くの方々に足を運んでいただいて、応援とても力になりました。自分も今後以降も、出ていく予定なので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。そして第1位根田隆司。さあこのレース早めに仕掛けましたね。あれはプラン通りですか？そうですね、もう結果云々よりももう絶対先行してやろうという気持ちでいきました。そして長い距離を踏みました。その長い距離を踏んだ根田選手の姿、地元千葉のファンの皆さんにそのガッツ届いています。ファンの皆さんに一言お願いいたします。もう本当今回さえもたくさんの声援のおかげですごく頑張れました。本当にありがとうございます。まあ、次次走まだ決まってないんですけどまたぜひ声援よろしくお願いします。ありがとうございます。ピスト6サードクォーターファイナルラウンドベスト3は以上の3名でした。今一度大きな拍手をお送りください。 Congratulations!